仏法寺跡、意外と歴史ロマンがあるんですよ。そこを今後紹介していきたいと思いますんで、ぜひご期待ください。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ココアスチャンネルの西本です。今日はですね、ココアスチャンネルで最も人気のあるクラッシュツアー、久しぶりにやりたいと思います。で、今日のお題はですね、だいぶ前にの鎌倉市坂の下っていうところに移住する方がですね、仏法寺跡っていうところあるんだけど何なのこれって聞かれたんですね。私ね、鎌倉生まれ住んでるんですけど聞いたことなかったんですね。今日はその仏法寺跡をご紹介していきたいと思います。このね、見てください、この敷いてる海、青空、このウィンドサーフィン絶好日和ですけど、今日はクラッシュツアーを中心にご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。こちらがですね、 Google マップで見ると仏法寺跡、この上なんですよね。こんな断崖絶壁のとこ登れるかって、ちょっと他無理ですよね。多分登ったらですね、由比ガ浜海岸、材木海岸、三浦半島、それは素晴らしい景色ですよ。ちょっと見てみましょうか。行きましょう。おお、見てください、この景色。由比ガ浜海岸に材木海岸、そして葉山、三浦半島を望むんですよね。この景色はすごいよ。でもね、この仏法寺跡、意外と歴史ロマンがあるんですよ。そこを今後紹介していきたいと思いますんで、ぜひご期待ください。おお、見ましたか、仏法寺跡。見たくないですか皆さん。今回はね、仏法寺跡の入り口を探していって、ちょっと皆さんにご紹介したいと思いますんで、ぜひお楽しみください。行くぞ、目的はそこだ。仏法寺入り口を探して坂の上に登ってきました。ここはね、鎌倉市極楽寺なんですけれど、坂の下と極楽寺の間の山の頂上のてっぺんの分譲地になります。ちょうどこのご覧ください、この擁壁の向こうの底に仏法寺跡があるはずなんですよ。でもね、入り口が見当たらないんですね。まだまだ仏法寺と入り口を探していきたいと思いますんで、皆さん最後までご視聴ください。ぐるっと回ってきて、極楽寺1丁目9ですよ。この辺ね、多分ここだろうなと思って来たんですけど、ちょっと獣道みたいな道がありますよね。こっから行けるんじゃないでしょうか。ちょっと行ってみましょう、ね、結構な道、あ、登れんのかなこれ。昔はこの子登ってったんですかね、武士たちは。おお、すごいよこれ。おお、ちょっと道があるけど、こっち擁壁だもんね。この向こう側なんですよ。でもどう見てもこれ違うよね。ちょっとやめとくここね。ちょっともう一周しましょう、もっと探しましょう。ごめんなさい。はい、皆さんご存知の通り、極楽寺駅に着きました。ぐるーっと回ってきてね、各路地入っていったんですけど、どこもね、仏法寺入り口ないんですよ。もう最後の最後、ここしかないなと思って、最後のとこ行ってみますんで、ちょっと行ってみましょう。極楽寺っていろいろこうね、のどかで昭和の雰囲気も漂ってるんですけど、昔極楽寺の切通しっていうとですね、鎌倉幕府の最後の戦いっていうんですか、新田義貞が来るときに、ここ最も激戦地だったんですね。北条家との新田家との争いが激しさがあったのがこの極楽寺の切通しなんです。さあ、昔はこのすごい武士がいっぱい歩いたんですよね。ここです。ちょっとこの上は登ってみましょう。ここは最後の仏法寺入り口じゃないかと私は読んでます。ちょっと行ってみましょう。極楽寺のね、駅の前を階段登っていくと風情のある墓地が見えてきましたけど、この墓地のどっかにね、仏法寺登る道があるはずなんですね。人が通った道があるんで、ここじゃないかな。ちょっと行ってみましょうね。ここしかない。あ、これあるもん、そこだよ。お、あるあるある、ほら、ちょっとしたこうなんか、なんだ、トレイルコースだね。お、ちゃんとトラロープもあるよ。行きましょう。わあ、親切だな。やっぱここは間違いないですね。これが多分仏法寺跡に行くコース、間違いないです。発見しました。行きましょう。ハードだねこれね。これでもあれだな、ちゃんとした準備しておかないと、普通のスニーカーじゃ危ないねここね。いやすごいわこれ。よし、いや結構登るね。一気にぐーっと登りますね。お、ここに来たらね、ちょっと尾根に出ますけど、平坦な道が続きそうですね。極楽寺駅から歩いて数分でこのトレイルですよ。やっぱ鎌倉奥は深いですね。なかなか面白いですよここ。でもね、まだまだ先になりますんで、ちょっと皆さん足元気をつけて行きましょう。冬だから歩けますけど、夏になるとすごいですよ。妄想だけとかすごい出て、多分これ夏は来れないですね。鎌倉住んでてでもなかなかこの道は来たことないと思いますんで、鎌倉散策の一つに仏法寺コースいいと思いますよ。ちょっとだいぶ開けてきましたよ。霊山山の山頂、仏法寺跡に近づいてきたかな。おお、見てくださいこの笹ね、この中をかき分けていくんですよ。冬だから来れるコースですよね。おお、倒木もあり、よいしょ、よいしょ、お、すごいね。マップで見るともうすぐそこですよ。ちょっとこの下り気をつけましょうね。おお、着いたぞ。仏法寺跡着きました。短い距離だけど充実感がありますね。
すごいね、ここはね。昔は霊仙山っていうところのこのね仏法寺跡地で、ここを攻め合いで北条家は新田軍攻めてくるのを弓でねシュシュシュって言って、極楽寺の切通しの方に来た新田軍を上から弓でしたね。この攻防はすごかったらしいよ。ここの切通しと大井ヶ谷の化粧坂、これが二大古戦場って言われてて、ここではすごいね武士たちが戦ったんですよね。当時守ってたね幼木貞直大将がここで死んで、それから新田軍が一気にこう全軍を呼び寄せて、この霊仙山を飛び越えて稲村城を乗り越えて鎌倉に乗り込んだらしいんですよね。ほんとここだけね、結構鎌倉幕府は滅亡する時のちょっとしたターニングポイントだったんですよ。ここはロマンがあるよね。この景色を見ながら当時の武士たちは結構長年だったんですよね。いやここでね来たらやっぱり食べ食べの一つですよ。創業300年鎌倉三代目の一つ、力持ちですよ。鎌倉に住んでる方でも嬉しいお菓子の一つです。絶品ですよね。食べましょうね。こんな感じですか。力持ちですよ。いただきましょう、力持ちを。ゴンゴロウ力持ち、長谷鎌倉名物、行きましょう。おお、すごいよ力持ちの団子。これね、やみつきですよね。このシーズンはね、今月から見てください、グリーンよもぎの力持ちですよ。これ、このシーズンしか食べれないんですよ。ちょっといただきたいと思います。よもぎの色と鎌倉湾の色がいいでしょう。このコントラスト素晴らしいです。いただきます。一口で食べますよ。すごいいい香り。力持ちのよもぎまんじゅうはよもぎの皮がふわっと鼻からも出てきますよ。これたまらない。やっぱり鎌倉で創業300年、間違いないですね。この力持ちはおすすめです。仏法寺跡いかがですか。この景色素晴らしいですよね。この景色見て、昔鎌倉幕府をめぐる壮大な戦いだったのは想像もつかないですよね。ここに陣を取った北条家、そしてこの北条家をやっつけるために新田義貞が陣を取ったのが聖福寺です。稲村崎五丁目にある山の上にあるですね、ところに。ということで、これから聖福寺跡に行ってみましょう。行きましょう。はい、皆さん着きました。聖福寺跡です。ご覧ください、今綺麗な公園ですね。先ほど申し上げましたけど、仏法寺跡と、また名前は霊仙山と言います。あの山を巡ってですね、北条家と新田家が凄まじい戦いをしたんですね。いくつかにわたる攻防だったんですけれども、鎌倉幕府の北条家、北条貞直大将がですね、討ち死にしたと聞いて、新田義貞は今じゃーって言ってですね、ここから新田家のですね、後ろにかかる総軍をドーンと極楽寺の切り通し、はたまた今原崎から攻めたんですね。それによって鎌倉幕府は滅亡してしまったんですね。そんな新田義貞がこの構えた聖福寺跡を今回のクラシツアーの最後にしたいと思います。皆さんいかがでしたか。クラシツアー、残念ながらクラシツアー再生回数全く伸びないんですねすいません。それでもですね、再生回数諦めてます。でもぜひ励みになりますんで、グッドボタンと、もしくはチャンネル登録よろしくお願いします。それによって僕も励みになりますんで、これからもこのクラシツアー期待している方はぜひともチャンネル登録お願いします。今回も本当に最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら。